ユーマンヒン、はい、以上6名、代表チェン・ルーキン、ここには来られないけれども、皆さんを応援していたお父さんとかお母さんとか友達とか、そういう人の応援って出来上がった。皆さん本当に熱心で、また特に上級のクラスにおいては、日本人でもなかなか考えないような、日本の問題について、素晴らしい議論を交わしておられ、そして素晴らしいプレゼンをされておられた姿を見て、そしてご挨拶とさせていただきます。本日本当におめでとうございました。